おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はボイシー、ポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。今朝のテーマは自分を知ることの大切さです。昨日久しぶりに、いわゆるビジネスのミーティングというものに同席させていただきました。ある東京から遠く離れた地方にお住まいの方が自分の村を何とかしたい、子どもたちがその村に夢や希望を持てるような何かそういう架け橋をね、作りたいというような、ご相談があって、4人でのミーティングだったんですけれども、私はその4人の中の1人と言いながらね、話の内容をほぼ聞かせていただくだけの立場だったんですね。だからこそたくさんのことが見えてきました。それは非常に基本的なことなんです。私もよく本に書きましたし、お伝えもしていることなんですが、自分が普段使っている当たり前に知っている言葉でも相手の人は知らないかもしれない言葉、それは説明を加える必要がありますよね。言葉にすれば当たり前のことですよね。例えばその村を何とかしたいと相談されている方は、その村の地域の名前ですとか、その村の名産品のブランドの名前ですとか、その村に詳しくなければ知らない単語を、たくさん使われるんですね。そうするとこれは一体何の話をしているんだろうと他の人の頭にハテナマークが浮かぶわけです。で、一方その相談に乗っている側の方というのは、日本語も英語も堪能な方で、それで結構海外との、お仕事もたくさんされてきた方なので、ついつい普段自分が当たり前に使っている、カタカナ言葉、外来語ですね、それが出てくるんですね。しかしその島の方はそれがわからない、あるいは東京のいろいろな地名や、東京に住んでいる人なら知っている言葉を使われるんだけど、やはりその地方からいらした方にはわからない。これ言われてみたら、そんなの当たり前じゃんって思いますよね。そうなんです、当たり前のこと言ってるんです。自分はよく知ってることでも、相手が知らなければその言葉を使うときには相手に分かるように言い換えるか説明をしましょう。当然ですよね。おそらくこれを聞いてくださっている皆さんもそんなの当然って思うと思いますが、じゃあ本当に自分はそれができていますかっていうことなんです。分からなきゃ聞けばいいじゃないって思われるかもしれませんが、あまりに頻繁に出てくるとね、そこで質問しても話の腰を折りますし、だから話がすれ違っているな、ここはちょっとお互いに理解がずれているぞというような箇所が、ミーティングの中で何箇所もありましてね、本当にもったいないなと思うシーンがたくさんありました。それはじゃあどうやったら解決していけるかというと、自分がどんな話し方をしているのかっていうことに気づく、そう、自分を知るっていう、これまた言われてみれば当たり前のことなんです。知識としてはこうすればいいっていうのは知っている、でも自分がそれをできていないことに気がついていない。しかし知識としては知ってて、自分はできてると思っているので、結局変わっていかないわけなんですよね。じゃあこのあちらこちらで起こり続けているコミュニケーションエラーの大元の問題の一つですが、それを解決していくにはどうすればいいかっていうと、自分ができてないってことに気がつくっていうことなんです。しかしこれがなかなか難しくて、じゃあ誰かに聞いてないよねとか、その話し方分かりにくいよって言われて素直に受け取れるかっていうと、また受け取れない場合が多かったり、いやあなただってって言い返したりなんかしちゃってね。
じゃあそれが原因で大きな失敗が起こったら気づくのかっていうと、その失敗の原因は他にあると思って、やっぱり自分ができていないことにはなかなか目が向かなかったりする。あー、マスタークラスってそれをやってるんだよなって、昨日その会議に出させてもらってね、改めて思いました。自分を知る、別の言い方をするとありのままの自分に気がつくっていうことです。頭では知ってる、できてる、分かってるって思っている。だからその、セルフイメージの自分が出来上がってるんですよね。そしてありのままの現実の自分を見ていない。例えばワンデースピーチセミナーでもそうなんです。3分間のお話ししてみましょうって言って、じゃあ実際しゃべってもらう、何分ぐらいだったと思いますか、4分ぐらいだったでしょうか、そういう感覚なんですねって、今6分でしたよ、そういうふうにお伝えしていきます。それがいけませんよ、できてませんよ、ダメですよって否定しているんじゃ全然ないんですね。その認識を改めましょうと。自分が3分喋ろうと思って4分喋っちゃうんだなって自分では思ってる。でも本当は6分喋ってたんだなって、ね、そのことに気がついていくと、あ、自分はどうやら話が長いぞっていうことに気がついていきます。誰もが自分は正しい、自分はできてる、間違ってないって思っている、あるいは思っていたい。だから現実の自分をなかなか見つめることが難しい。なぜ難しいかっていうと、それができてないことは悪いことだって信じてるから。だからそれができてない自分はじゃあ悪いってことになっちゃうから、だから見たくないんですよね。まあ、ちょうどおとといですね、マスタークラスの第4期1回目の授業が終わったところでしたが、本当にね、そのことをすごく時間をかけてお伝えしたんです。いかに我々がありのままの自分を見ることができないか、ね、しかしそれは何かができないっていうことが悪いと思ってるからなんだよ。でもそう思ってありのままの自分を見ないからこそ問題は解決しないんだ。だから何も悪くない、できてないことは何も悪くない、むしろできていないことに気づいていこう、だって悪くないんだからって。そして気がついたらもう変わっていけるんですよね。そしたらマスタークラス第4期、今回はですね、おかげさまで本当にいいスタートを切れています。どういうスタートかっていうと、もう授業が終わった直後から皆さんが自分自身のありのままを見つめて、そのことを心を開いて素直に伝えてくださっているんですね。ああ、私は授業が聞けてない、2時間の授業に参加したのに何も覚えていないっていう方もいらっしゃいました。あるいはグループワークをやったんですが、その中でどんな話が出ましたかといった時に、同じメンバーの方の話を説明できなかった方がいたんですね。実は自分には人に興味が持ってないんです、だから覚えていることができないんだ。そんな風にこう一般社会においては何かができないということを言ってはいけないという風潮がありますし、だからこそ自分もできないって言いたくない、できない人だと思われたくない、だから頑張って装っているわけですが、マスタークラスにおいては私は今これができていません、できませんでしたということを、もう 初対面というかね、まだオンラインで同じ授業を1回受けただけなんだけれども、すでにそのありのままの自分を伝え合える、そういう雰囲気ができてるんですね。これはすごいことだなって思ってます。こんな風に真摯にありのままの自分を見つめて気がつくということを半年やり続けていったら、みんなね、その知識では知ってるんだけどできないという状態ではなく、まあ
むしろこう知識なんかないけどできてしまっているっていう、もう逆のことが起こりうるんじゃないかなと思うんですね。知識を得ることを勉強していろんなことを知ることって、まあ、一般的にはいいことだってされてると思いますけれども、コミュニケーションの授業をずっとやってきて思うのは、それが結構邪魔になることが多いっていうことなんです。知ってるだけなんだけど、知ってるともう分かってる、できてるって思ってしまって学びを止めてしまうことがすごくよく起こっているからです。セルフイメージの自分ではなく、実際の自分がどういう言動をしているのか、自分に気づく、自分を知るという学びは、あらゆることを大きく変えていきますね。これまでいろんなことを学んできたけれども変わらないという方は、まさにそこに原因があるかもしれません。自分が一体何をやっているのかということを知る、気づくということ、そこに意識を向けられるといいと思います。とはいえね、本当に自分のことは自分では見えないので気がつかないんですよね。私自身、周りの友人やメンターにいつも指摘してもらってます。自分では見えないから。それがめちゃめちゃありがたいんですよね。それを仲間同士でやるのがマスタークラスです。そもそも日常のコミュニケーションにおいてそういうことってほとんどの人がやってないと思うんですね。だってわざわざそんな、あなたはこういうふうなことやっちゃってるよなんて言って相手を怒らせたり、でその怒らせてちょっと火の粉がこっちに飛んできたら嫌だなって、自分が嫌われたら嫌だなって思うから、それをわざわざ伝えてくれる人ってすごい少ないと思うんですね。でも想像してみてほしいんですけど、そういうことを相手を攻撃するためじゃなくって、相手のためを思って伝えることができる、で伝えられた側もそれを受け取って自分の学びにしていけるっていう人間関係、どうですか？これって仲良くなるに決まってますよね。そこにはこう信頼と尊重がありますもんね。だからマスタークラスってみんな一生の仲間になってくんです。ただそれをこれまでやったことがないから、なんか本当に仲良くなれるんだろうかとか、そんなことできるんだろうかって不安に思われてる方もね、実際マスターに入った方でもたくさんいらっしゃるんですけれども、これを可能にしちゃうのが場の力なんですよね。今回マスタークラス第4期、おかげさまでもうすでにそういうことを自分から自己開示し、伝え合っていくっていうことが、 SA のね、スチューデントアシスタントという学びの先輩もいてくれますからね。そのおかげで本当にもうすでにそういう場ができているという、もうちょっとね、感激しています。そういう学びを本当は必要としている方が実はもうほとんどだと私は思っています。みんな自分では自分に本当に気がつけないからね。というわけで、マスタークラス4月16日に1回目の授業がスタートしましたが、まだまだね、1回目は本当に学び方についての講義でしたので、これから授業が始まっていくというところです。自己紹介も Facebook グループでみんながやり始めたところなのでね、全然間に合いますから、やっぱりその学びこそ自分に必要だなって思われた方、お気軽にお申し込みください。事務局にご相談くださいね。私自身そういう場にいさせてもらって、多くの学びをいただけていることに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこのボイシーも、YouTube、ポッドキャストでも聞いてくださる皆さんのおかげで日々いろんな気づきをいただけています。本当にありがとうございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。最後にちょっと明日の予告をさせてください。明日はですね、そのおととい行いました西戸明子コミュニケーションアカデミーマスタークラス第4期の第1回目の授業の一部をちょっと抜粋いたしまして、
明日はお届けしたいなと思ってるんですね。はい、皆さん明日の放送もどうぞお聞き逃しなく。それでは西戸明子でした。